お母さんが難病になった。お母さん好きですか？好きです。大好きです。これまで二人で生きてきた。受け止める強さはまだ僕にはなくて、今言わんといてくれ。イライラが止まらん。無理。もうできないですよ。俺が。佐藤健太郎さん19歳。母親の介護を続けながらプログラミングなどを学んでいます。母親のひとみさんが戦っているのは ALS。 全身の筋肉が衰えていき、歩くことも食べることも呼吸をすることもできなくなっていく原因不明の難病です。ああ、見て、あれ国の木やない。そうか、わかるか。13年前に離婚したひとみさん。ペットショップで働きながら一人で健太郎さんを育ててきました。何も言わなくてもやってくれる息子にさ、何でも頼んじゃうんだよね、ついついね、うん、次第に動かなくなる体。薬は1日4回お湯に溶かして胃に直接流し込みます。溶けた？うん、今もうかなり不自由だと思うんで、うん、まあ、好きなことさせてあげたいって感じです。お母さん好きですか？好きです。大好きです。ひとみさんの喉に異変が現れ始めていました。ギャッチアップ、ギャッチ、その言葉知らない。病状が進行し、生きていくためには必要な人工呼吸器をつけるという選択。胆の吸引が始まったけど、20〜30分に1回、そのぐらい忙しいんだよね。そういう時に健太郎が出なきゃいけないの。嫌だろうなんて。重くなる負担を受け入れられるのも拒まれるのも怖くて仕方がありませんでした。呼吸器をつけるということはもう一緒に話すことができなくなる。ゲメな。何をお願いしてるの？そんでまで連れてんだよ。なんで無視でるの？何の無視で、何も言われてない。虫もクソもね。難しい。危ないな。ママさん、やっぱね、呼吸器つけな。決めな。決めな。今言わんといてくれ。イライラが止まらん。無理。切れない。この頃から健太郎さんはいつも開けていた部屋の扉を閉ざすようになりました。ひとみさんは音声読み上げソフトを使うようになっていました。死にたいって本気で思ったけど、これが今の私の生き様。2年前にはこんなに出せていた声も。女の私をもの存分に見てもらいたい。ママはまだまだ綺麗なんだよって。今はほとんど出せなくなりました。病気の進行に合わせてヘルパーなどの訪問支援が24時間体制で入るようになりました。ごめんな。今までできていたことが一つずつ消えていく生活。心細くて涙が溢れ出しました。自分に何ができるのか、受け止める強さはまだ僕にはなくて。お母さんのことは今でも好き？好きなんじゃないですかね。嫌いな人もなかなかいないと思いますけど、ね、
してあげたいこととかないの？恥ずかしてあげたいことって今まで言えないですよ。これがどっか連れてってあげたら僕車運転できませんし。動きにくくなった右手で直接お年玉を渡しました。10万円。恥ずかしそうに笑った顔はいつもより子供っぽく見えました。ありがとうお母さん、ごめんね。